はい、皆さんこんにちは、伝説のビルです。さあ、ついにですね、本日8月の31日より、第五人格に、ね、新シーズンがやってきました。ということでこちらねご覧ください。はい、ついにこのね、超話題の新サバイバー応援団がね、今回ガチャにて登場したということで、早速ね、こちらのガチャ回していきたいと思います。そして今回ねこちら、無料分の方がですね、まあ、ダイスとあとねマムメイさんのボーナスがね、ありまして24個、貯まりました。で、あとね、いつも回しているこのポイント、こちらで20回回せますんで、まあ、合計で、44回かな、まあ、今回はちょっと無料で回せるということでね、まあ、この44回回して、この UR の、応援団をね、当てれるのかということでちょっとやっていきたいと思います。じゃあちょっとまずね見ていきましょう。こちら応援団、フローライト、はい、これがねもう超可愛いんですよ。ちょっと見てもいいかな。初めて見るんですよねこの UR 衣装。本当にね、もうこのピンクの髪が最高すぎますよね。うわ、かわいい。もともとこのギア、通常衣装の時点でめちゃくちゃかわいいんですけど、いや、さらに、ね、磨きがかかってますね、UR 衣装になると。そして、しかも、性能もね、めちゃくちゃ強いということで、まあ、実際に、ね、使うのもね、後でやろうと思っておりますんで、楽しみにしててください。ということで、こちらがね、今回の、まあ、一番当てたいキャラクター、UR 衣装でございます。で、そして続いてこちら、バッツマンタングステンというね、ちょっと青色のね、衣装となってます。これもね、かっこいいよね。そして続いて、こちら、ガードナンバー26の、アラゴナイト。これ、すごいな、見た目。ボンボン、いつもすごいよね、この見た目のインパクトがね。おぉ、ははは。これもね、当てたいですね。うん、いや、かわいい。めちゃくちゃかわいい。ということで、この3キャラクターの、まあ、衣装が。あるとね、いう感じとなっております。そして、ここからはね、SR 衣装かな。まず、結婚者。お、岩塩。すごい名前だね。岩塩。そして、忍者。アパタイト。お、かっこいい。ちょっと、この、なんて言うんだろう。この、初音ミクみたいな色のね、模様というか、入っております。かっこいいですね。そして、続いて、炭鉱者。ウォルフラマイト。炭鉱者、また衣装出るんですね。次は、黒白でかっこいいですね。そしておもちゃ職人。おお、おもちゃ職人もなんかね、体に模様が入っております。ということで、まあ、結構今回は黒系なのかな、黒白系の衣装みたいですね。で、そして新しい、ものが、あ、よかった、あった。アイコンこちら。おお、このモノクロのね、作曲家。そして、記者。おお、すごい。で、そして小説家ということで。はい、アイコンもね、新しいものが追加されております。あ、でもこれぐらいか。割と今回は新しいアイテムは少なめかな。うん。ってなると、やっぱりね、なおさらこの UR 賞当てたいですね。はい、では早速ね、やっていきましょう。さあ、当たるかな？マジで当てたいね。じゃあちょっとまずはポイントからね、回していこうかな。本当にね、欲しい。本当に欲しいよ。それではいきますよ。まず10連目。当てた！金。あー、金出ないか。いや、金出てくれ。もうさっさとね、出てほしい。最近割と僕ね、ガチャの調子いいんですよ。まあ、トレモライト、ゲットしました。ただ、新しいアイテム少ないんで、あとは記者のアイコンぐらいかな。あー、やばい、全部かけらだ。もうやばい、かけらがね、もう気づいたらもうね、7万4000ぐらい溜まってるね。やばい。やばいな。でも本当最近そのガチャの調子がね、良くてね、怖いんですよ、もう。ちょっと今回久々に天井行っちゃうんじゃないかなと、ちょっと思っております、心の中で。さあ、それでは、行きましょう。行きますよ。20連目。さあ、金！あー、金来ないか。うん、まあ。まあ、金は来ないと。わー、出た！アパタイトかっこいい！いや、いいんじゃかっこいいよね。もうそもそもの見た目がまずね、かっこいいからね。さあ、そして、アイコンゲットいたしました。はい、それであと24連。まあ、ちょっとこの端数分の4回だけ回そうかな。いやー、この無料分で出したいな、本当に。何だったっけな、ちょっと、ま、最近でも僕ね、無料分で確か当てたんだよね。何のガチャだったっけな。そう。いや、本当に無料で当てたら最高ですよ。約4万円ぐらいでしょ、ガチャの天井って。いや、さすがにちょっと嫌だよ。さすがにね、ちょっと全部ワン行きたくない。ワイン。すごい。こうやって改めてみると、第五人格っておもろい名前多いですよね。さあ、ということで、44連中の残りもう20連となってしまいました。行きましょう。でも確定分はまだね、あと36回回さなきゃなんで、当たるかな？カモン！あー！やば！やばいやばいやばい！いや、無料で何も当たんないのはさすがにまず、かっこいい。こうやって映像で見るといいね、なんかね。もう、いけてますね。無料では当てたいよ。マジで無料ではさすがに当てたい。お願い、お願い、お願い、お願い。さあ、行きますよ。無料分で。
44年目金来いよ、金金よっしゃ。あと UR ではない、アナゴライト出た。丸すぎるだろ君。いやよかった、出た、無料でちゃんと当たってね。うん、割と欲しい SSR 出た。かわいい、かわいいね、ポンポンね。よしよし、なんかよかった。さすがに44連回しね、1個も出ないよね、ちょっとさすがに。恥ずかしいとか見せられないです。やばいよ。これなんか、キンキン、ああ近所迷惑になるくらいレベルの声出た、急に。いや、隣に人いたら、ピクってなるレベルの声出た、やったー。岩塩ゲットしたぞ、よっしゃ、岩塩当たった、岩塩マジで惜しかったのよ。いや、そっち、いや、違います。うん、冗談です。はい、こっち。はい、フローライトやった、大勝利。大勝利なんだけど。え、マジ？嘘でしょ？待って、ってことは10連？課金で10円だから、もう1800円ぐらいで当たりました。やばい、応援団1800円で当たった。やば、コスパ良すぎるでしょ。こんな可愛い賞1800円で当たったの？今大勝利すぎる。ちょっとこれはなんか、近い将来なんか悪いこと起きそうだな。嫌だな。ここでめちゃくちゃ運使ってる。でも最高です。ゲットしました、フローライト。やったー、いや、嬉しいね。あとバッツマンだけだね。うん、バッツマン当ててあげよう。で、バッツマンだけちょっと見てないから、かわいそうだから、ちょっとバッツマン見よう。いや、マジで嬉しい。いやー、こんなパターンあんだね。大体いつも SSR じゃん。ねえ。もう生かしてね、バッツマン。なるほどね。赤色のボールと青色のボールになるんだ。当てちゃおうぜ、もう連続で。金！マジ？ちょっと待って。やばい。なんで何これ、何このガチャ。こんなに優しかったっけ、第五人格のガチャ。あれ、やったー。嬉しいなー。ちょっとびっくりしてるのは、あまりにも早く出すぎると困惑するんですね、人間って。うん、検証というか、人間こうなっちゃうみたいです。3連続禁煙と出た。やった、全部ゲットしちゃったんだから。どうしようやった、とりあえず。こういう、皆さんこういうことも起きるんでね、マジで希望を忘れずに、ぜひね、当ててください。今回のガチャ10、運営さんからもらえるんでね、それもね、必ずゲットしてから回しましょう。で、初期賞もこんな感じということでね、まあ、この、応援団も、ちょっとすぐ使ってね、また別で動画も上げようと思っておりますので、まあ、ちょっと応援団に関しても楽しみにしててください。でも若干弱体化が入ってるんで、テストサーバーの時からね、そこがどういう変化があるのかというところをね、見ていきたいなと思います。いや、本当に嬉しい。いやー、嬉しいなー。これ、動画の尺大丈夫か？これ大丈夫か？これ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。